続け。おい待て。動くな警察だ。おいバカ気づけ。おい、だから俺ってここぞって時についてねんだよな。魔力発動、あの子を助けろルルボ。分かった、魔界に追わす力の神を開け。魔力の門ザルバス。どうして僕が苦しまなきゃならないんだ。僕が何をした、なぜこんな目に遭ってる。理不尽にこんなところに連れてこられ、クラスメイトには裏切られた。敵は圧倒的。帰る、絶対に生きて帰るんだ。それを邪魔する者は誰であろうと、どんな存在だろうと、必ず殺す。あなた方がここでなすべきことはただ一つ、そのカウンターを1億まで回すこと、すなわち中野人ゲノムリアル実況において再生数1億ビューを達成すること。なおプレイ期間は無限にございます。どうか死ぬ気で実況してくださいませ。え、稲葉卑弥呼です。育成シミュレーションが好きです。稲葉様のささやき実況、実は私とりわけ熱心に拝聴しておりまして、こうして生声をお聞きできるとはファンとして光栄の至り。ぜひ一度ささやいていただけないでしょうか。 I love Mr. Parker と元で友達になってくれる。いいですよ。嬉しい。じゃあ一緒に来て、一緒に焼かれましょう。一緒に死んでくれるんだよね。我が校では生徒は必ずどこかの部活に参加する決まりです。ん、前に出る、カバーして。3、2、1、ゴー。へっ、え、銃？サバゲ部なんてのもあります。サバイバルゲームの略称です。興味ありますか。作ってきたのですが、かこの入れ物ぐらいの強度じゃそこが抜けてしまって。はあ、私のリムル様への気持ちは入りきらないみたいです。まあ入らなかったならしょうがないよ。ですので、あら、ケーキくん。相変わらず美味しそうな名前ね。俺の名前はケーキじゃなくてケイキですよ。てか先輩、何です、その犬。ベジタリアンと名付けてみたわ。見るからに肉食系ですけど。ケーキくん、いつも優しくしてくれるご褒美よ。わけがわからない。これを書いたのは佐伯先輩ですか。さあ答えられないわ。じゃあこれは。これは先輩のパンツですね。なんならちょっとここで履いてもらえませんかね、佐伯先輩。って完全に積んでるし。今日の食事だ。ど
どうしたの？悩みなら先輩に言ってごらんなさい。いや、早く部活決めないとなって。へえ、まだ決めてないんだ。じゃあ今日も張り切って活動しましょうか。目隠しします。回ります。行きます。逃げ逃げ逃げ左っす。逃げ左あれ、亡くなったはずのフランクフルトがこんなところに。いただきまーす。ねずこ、家でゴロゴロまったりしてる場合か！おお、こっちもすげえゴロゴロしてる！まったりしまくり！ルルモ、風邪ひくぞ。なんだ？いや、これはこうだ。もし今、一つだけ俺の願いが叶えられるとしたら、答えはこうだ。このはちゃめちゃな楽しい世界がずっと続きますように。君なんか変わった。童貞捨てたとか。捨ててな。ほほ、私も興味がある。どうなんだ、捨てたのか。どうでもいいだろそんなの。待ってくれ、それはつまり。そういうことだ。他のロードどもとの折衝は心底つまらないと思うが頼んだぞ。新たなロードエルメロイ。それともこう呼ぼうか。親愛なるお兄様。